皆さんおはようございます。エフェボーチャンネルです。本日は8月22日木曜日、お盆明けでね、ちょっとお疲れモードの方も多いかと思いますけども、今日と明日ね頑張ればまた土日お休みに入ってまいりますので、本日も音楽と機材もその胸に元気に過ごしてまいりましょう。さて、昨日ご紹介の新規初投稿はプロのね、ギタリスト、直人さんからのギター用のね直列ボード投稿いただきました。誠にありがとうございます。ジキル・ロノウェというですねバンドのギタリストさんということでね、音源の方もねたくさんホームページに載っておりますので、ぜひともねこのボードを眺めながらですね、ミュージックビデオチェックいただきたいなというふうに思います。でね、なんかなぜかログインできなくなったのでということでね、新しいアカウント作っていただいてね、投稿わざわざいただきまして誠にありがとうございます。ステッカーの方はですね、お盆中にですねお送りさせていただいておりますので、また追加投稿ねステッカーと一緒にねいただけたらありがたいと思います。で、今回のねボードの方、ボード外のとこにですねエフェクターがいっぱい控えておりますけれどもね、これはあの録音の時にね曲によって必要であれば使うということですね。それからね、揺らし系なのでモジュレーション系ですねとか空間系のディレイはですねクリーンの時以外はほぼ使えませんということでですね、そのサウンドをですね歪みサウンドをですね、もう歪みだけのサウンドっていうんですかね、これをですねぜひともね、ミュージックビデオの方でチェックいただきたいと思います。で、その、歪みのね解説なんですけれども、メインの歪みはねマーシャルのアンプの方でね、担当しているということで、ギターソロの時に J-RAT のね、アーチャーアイコン、こちらの方でね担当していると、それからクリーンチャンネルの時に、スタジオデイドリーム、の KCMOD、を使っているとクランチで、ということで、J-RAT の、アーチャーアイコンとですね、スタジオデイドリームのオーバードライブはですね両方ともケンタウルス系と言われてますので、ケンタウルス系のねサウンドが好きなんだろうなという形ですね、こういった点もですね考慮しながらですね、サウンドの方チェックいただきたいなというふうに思います。直人さん投稿誠にありがとうございました。それからですねもうなんと今回で43回目のご投稿、横浜市の57歳グミサワさん、もうねペボーユーザーさんにとってはねもう、このアイコンを見ればですねもうね、あグミサワさんだってすぐね、分かっちゃうぐらいのですね、毎回ご紹介させていただいている、ご常連さんでございます。で、今回はですねウェイヒュージーのエフェクターを、入れ替えたということでね、前回はね TSK のミニ、を入れておりましたけども、こちらをね1台だけ切り替えたということでですね、で、こちらの、ウェイヒュージーのオーバードライブがですね、ジョー・ボナマッサ、さんのためにデザインされたオーバードライブということでですね、なんと先ほどご紹介したですね、ナオトさん、もですね、ホームページ見ましたらですね、ジョー・ボナマッサさんをですねこうリスペクトしているということでですね、ボードの方、ボード外の、機械選手のエフェクターのところにも同じこのエフェクターが載っておりましたですね、これは本当偶然なんですけれどもね、そういう意味でちょっと興味が湧いてくるエフェクターになっておりますので、皆様方もね、ウェイヒュージのこの打ちっぱなしの感じのこの、シルバーのですね、このオーバードライブ、ジョー・ボナマッサ、さんを、のために、デザインされたオーバードライブということですので、ぜひともお店でね試奏されることをお勧めしたいというふうに思います。それではね本日木曜日も音楽と機材もその胸に元気に過ごしてまいりましょう。また夏休み明けのねボード投稿もねお待ちしております。いつも本当に投稿誠にありがとうございます。